やろうって決めたら、まあ、受け身なんですけれども頼まれたらやるっていう感じの性格でした。三能なら商品企画とか実践的に学べるし、本当にみんなモチベーション高いし、いろんなことに挑戦してるし、だからこそ自分も刺激をもらっていろんなことに挑戦できてるかなと思っています。春休みの間にちょっと一回外に出て、より実践的なもので自分の力をつけたいなと思ってインターンに挑戦しました。先輩のアスカさんとアリサさんが今度イベントやるから参加してみないっていうお声掛けをいただいて、この場所で自由が丘の人が感じる新しいインスピレーションっていうところを茨城の日常で表現できたらなっていうところで企画したイベントです。自分たちが企画した商品を買ってもらえるっていう嬉しさは本当に今まで一番感じました。イベント自体をみんなでちゃんと成功させようという気持ちでやってくださってるのが、私たちもすぐこうなんだろう、仲間として任せたいって思える。インターンの継続案件として今でも挑戦できているのはそういう出会いがあったからかなと思ってます。将来の夢は世の中にヒット商品を生むことです。手に取った人が新しいって思えるような商品を企画していきたいなって思ってます。実際リンゴ園でもホールサイズっていって大きいアップルパイあるんですけれども、一人の方は買いにくいところでインターン期間中にミニチュアサイズの器を作ったんですけれども、そうすることで新たなお客さんが買ってくださったり、高校の時に比べたら本当に挑戦することを怖がってないし、自分が動けば何かできるみたいなところを学べたのが三能だなというふうに思ってます。挑戦することで新たな発見は絶対あると思っているので、挑戦はやめないようにしています。